今回の私にとって34回目の被災地訪問、吉野復興大臣とともに行いました。元気な笑顔で再開することができました。やっぱりこう前の仮設では狭かったので不便だったんですけども、今もう思うように店も作れましたし、広くてやりやすい中でやらせてもらってます。お客さんの思った以上にこう来ていただいてて、いいオープンのスタートが切れたと思います。もう本当に皆さん、商店街の人たちが想像していた以上にたくさんのお客さん連日来ていただいて、まあかなりかさ上げして風がすごくなって、震災前から潮風を食べてみませんかっていうキャッチフレーズで町おこししてましたので、潮風をごちそうに寒いながらもたくさん来ていただいてます。ありがとうございます。あとはですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、総理お買い上げでございます。地域の皆様の情熱と努力によって新しい商店街が生まれた、そして新しい人の流れが見えました。やっぱりこういう住宅がこちらに移ったので、それで来るお客さんも多くなって、おばあちゃんとかおじいちゃんたちもこう活気づいてこう来てくれてるなっていうような感じです。来てくれるお客さんのためにもこう笑顔でこれからも頑張りたいっていう感じですね。東松島におきましては、高台に新たに開校した宮の森小学校を訪れました。木材をふんだんに使った大変ぬくもりのある校舎、まさに僕の学校だなと思いました。素晴らしい環境で学ぶ子どもたちは最近希望だり未来の大震災において蒲田の尊い命が失われました。そして多くの方々が大切な人、そして愛する人を失いました。今回改めて石巻で、そしてこの閖上で黙祷を捧げました。そうした方々の思いをしっかり受け止めながら、最近の復興に向けて全力で取り組んでいく決意を新たにしました。